なわけで、この小生モード、なんか街を作っていくモードなんですけど、間もなく第一段階がクリアできそうなんで、いいですよね、両夫。この3つですね、40、このランクを全て50にすればクリア、第1段階、資源集めやっていきます。お出かけですか？はい、お出かけですよ。こういう壺を壊すと出てくるんですよ。よいしょ。私の知略、あなたの元でなら行かせよ。共に行くほどお許しあれ。やつ選んじゃった。
お供させていただきます。問題の人物の行方を聞き、やつに狙いを絞るのだ。大きな志をお持ちである。私の知略が役に立つならお供しましょう。力はあかんのかいな。めっちゃ遠回りしてる。めんどくさいな。あいだな。するような敗北がダメなのということだな。助けに行かなきゃ。えらいことなんだ。
は引かせてもらうぞ。一人でノコノコ現れるのは後悔しても遅いぞ。あれ、馬がいない、馬がいない、馬がいない。していたのです。どうか私を共に加えてください。おお、これほどの功を持つとは。どうかどうか弟子にしてくだされ。私をお持ちと見える。私の知略が役に立つならお供しましょう。
私の知略、あなたの元でなら行かせよ。共に行くことお許しあれ。おお、ここでなくお知り、どうかどうか弟子にしてくだされ。あんたの相手はこの私。クリアできるかな。ああまだできんか。うわめんどくさい。一回戻ります。いっぱいなんで処理してます。好好好
るほどの道を持ちとは。どうか、どうか弟子にしてください。この地は俺のものだ。知らぬ素人と見える。あなたこそ我が才を託すべき人物。この年になってようやく巡り会えたわ。誰にも負けん。お供させていただきます。参りました。乾杯です。俺の力好きに使ってください。一人でのこのこ現れる。後悔しても遅いぞ。おお、これほどの道を持ちとは。どうかどうか弟子にしてください。大きな志を持つために、私の知略が役に立つならお供しましょう。大きな志を持つために私の知略が役に立つならお供しましょう。やっぱりグラフィックはいまいちだな。誰にも負けん。どうもさせていただきます。さあ来やがれ。お前なんかひとひねりだ。土地は俺のものだ。いける、いける、いける。ん？いけない、いける。自分が降りればいける。
回復。今日はずっと馬ですね。さて、クリアできるかな。
誰にも負けん。お供させていただきます。まあ、いっぱい悪いぞ。その俺が行くだ。誰にも止められますまい。お供させていただきます。一人でのこのこ
だ、しまった。仲間枠がいっぱいだ。こんなのまぐれに違いねえ。しいことを答えはいずれその口から死局がいる死局が こいつ欲しかったな。
まだ子供なのです。次の手合わせまで必ず成長いたします。させていただきます。この俺が相手だ。はい、クリアできるか。クリアできます。お、あれ？100%だよね。
これどうすればいいの？ん、違う。これどうすればいいの？とりあえずセーブします、セーブします。え、この後どうすればいいの？ん、これ出るか。完成した。よしよしよし、クリア。え？おお。で？ついに完成しましたな。それでは私は帝。誘われてきてみれば大の一である。ことにこの建物は統治者の力を感じさせる。この地こそ天下開闢にふさわしい。陳は無我夢中であなたについてきました。お前は天命をつかもうとしている。すごいじゃない。今のあなたすっごく素敵よ。群雄割拠の世に一つの勢力が起こった。巨とする地、軍とする人、そのどちらもが貧しい勢力であった。しかし幾多の戦いを経てその力は増大する。資材を得、多くの施設を建てたことにより発展した土地。戦いを通じ集った志を同じくする多くの仲間。そしてかの地にはかつてない豪壮な建物が作られることとなる。
この地に招致された帝はその繁栄ぶりに驚嘆、新たな都とした。その法を受け、多くの群雄はその軍門に下った。長きにわたる時代の混乱はここに安息の日を迎えるのである。コメントがまだ来てませんでしたか。こんばんは。こんばんは。飽きてませんでした。しかもクリアしちゃいましたね。小生も再び輝き始める。さながらキラ星のごとく。エンディングみたいなもんですよ、ちょっとした。お、これはエンディングですよ。これコメント6、これ英語版のプレイ見たけどキャラ名とかがピンインみたいな表記でわけわかめでしたわ、わら。どう、なんかあれですね、海外版を買うと音声も日本語が入ってないもんで、英語字幕の英語音声らしいんで、きついみたいですね。コメント7、日本パブリッシャーはその辺徹底してますな。敵増やすだけなのに。まあそうですね、敵は増やしますな。まあ変えればいいんですけどね、わざわざそんな変なパッケージ版出さなくてもね。まだでもこうやって変えるだけいいんですよ。ちょっと後でゲーム終わったら、そのちょっといろいろ言いたいなと思ったことが、ちょっと終わった。祝賀の折、失礼いたします。お耳に入れておきたいお話が。ん？どうしろと？お、なんかできてる。お、なんかできてる。あれ？違うな。あれ？こっちじゃないな。あれ？なに？こっち？お、なんかできてる。ん？いざとな。お耳に入れたい話があるって言った。誰に行けばいいの？文官か、文官。最近巷である噂がささやかれています。何でも我らが帝が偽物、もちろん目も歯もない噂。事実、基地に不穏な空気が漂っている。同弱台を完成させ帝の招致に成功した小生たち、彼らはその基地を新たな都として発展させようとしていた。しかしそんな折、不穏な情報が基地に流れる。
対抗する新たな勢力が起こり、力をつけつつあるというのだ。新興勢力は巧妙な情報戦略を展開、偽の帝を擁立し、その正当性を広く世間に喧伝した。まことしやかな話に大いに惑わされた世は二分されてしまう。さらに調略によって基地から多くの仲間が離反していった。かくして大陸全土は二人の帝の正当性をめぐる騒乱に突入する。帝の名を語る不埒者を倒し、混沌と化した天下を平定せん。決意を新たに小生たちは再びきらめこうとしていた。おう、こっからが魔晶伝の追加モードなんですよね。まあ、とりあえず一旦やめるんで、誰にしようかな。黒幕を探し出し、うち ということらしいですよ。偽物が出てきたので倒しましょうということです。コメント8、遠山の金さんみたいなシナリオですな。遠山の金さん、いい例えですね、遠山の金さん。しまった。こんなことならおとなしくロフにしとくべきだったよ。なんかこんなやつにしちゃったじゃないですか。うわ、えらいこっちゃ。また最初からやないか。コメント9、こいつは軍師ですからね、わら。なんか先生みたいに思ってんね、軍師でしょうね。なんかね、しまった。こんなことならロフにしとくべきだったよ。というわけで、セーブして、ゲームということで、多分ゲーム自体は続けていくんでしょうけど、配信としては多分これが最後になります。でこの後ちょっとアフタートークという形でなんかやっていきますんで、ちょっとゲームはこれでおしまいです。ありがとうございましたと。